こんにちは、はい、今回はこのスティガさんの、はい、DNA ハイブリッドスティガー、おーおーかわいい、ボリュームやな、ね、今回あの打っていくんですけど、はい、あのフォアとバック、はい、この2部構成にします。はい、さすがに人多すぎるんで、おーいー、はい、なのでフォア編とバック編、はい、これ続けて出していきますんで、はい、また見てもらっていいかなと思います。はい、でこれを打つ経緯なんですけど、はい、今度僕6月1日に単独ライブをするんですよ、 YouTube の、はい、それのスパチャ、あのライブ見られへんから申し訳ないんで、はい、そうそうそう、投げ銭、そうこれ投げ銭で打つことになりました。はい、なんで好きに言って大丈夫です。はい、得意です。情報お願いしていいですか。はい、価格9,900円、高っ高いよ。え、アプロで買ったのはこれ、3割引き、はい、アプロ計算できへんじゃあ5,000円ぐらいか。5,000円、じゃあ全然いけるやん。いけるね、安いわ。本時高度は 52.5 度で、見出し、驚異的な回転と最高のスピードを求める選手。おお、タクっぽい感じよな、はい、言ったら高度的にもそうです、うん、内容読みます、はい、大体でいいよ、ええとこだけ、いけるよ、ええ感じとか無理やったら全部早くに見てる。あ、ちょっと難しい、あ、いきます。いける、はい、それで編集タグとかええで、あ、じゃあどっちがいい、お願いします。一応いってみて、はい、いきます。非常に強いトップシートで回転系の技術がやりやすく、スピードとのバランスもミックスされていて、より威力が出る。非常に強いトップシート。全然変わってない。全然変わってない。気持ち悪い。いけます。いけます。落ち着いてください。非常に強いトップ。おい。お前。テンション系ララバ。ああ、なるほどね。まあ、行きますか。はい、じゃあ、フォア編、よろしくお願いします。お願いします。飛びすぎやし、硬すぎやし。
なるほど、ね、プリンプリン、あ、しんどいわ、いや、スマッシュっぽいな、スポンジ
生が出てくる。さっき聞いたな、それ。19分。やっぱ無理やな、バッファー無理やな。はい、終わり、これでいいね。あ、もう。ちょっと締めてるって。これが練習して。もうちょっと削ってね。はい、はい。抑え、抑えるって言って。うわ、飛ぶわ。めっちゃ綺麗だよ。さあ、ピックドリームみたいな。まだ抜けてないじゃねえか。終わり終わり終わり。
バメか。バラって言ってるの。はい、そうなんです。けど硬いからって言って、なんか柔らかいラケットとかそういうのに変えても、なんかもっと上に上がれそうな気がして、逆に結局は扱われへんって。そう、扱われへんと思う、これ。すごすぎやわ。ほんまにゴリラかなんか呼んでごらん。呼んでいいやろ。ワンチャン顔最近悪い酒焼けみたいな